ご機嫌かよ。おはようございます、コウタロウです。みんな元気？久々だね、この企画。企画っていうか、久々にタイトルコールやっちゃうか。 YOU やっちゃいない。なんだっけ、8月の30日、おー、コウタロウ TV スタート、よいしょ。店長高いね。結構人通り多いんだけどね、ここ。まあちょうどいいかなと思って、テラスな感じでやってます。はい、どうしようかな。マイクなんかうまくできないかな。何持ってんの、なんかあれだな、ちょっとゴソゴソしたらすいません。ここだといまいち、毎日かな。いいよね、ここら辺で。ちょっと音声確認した方がいいかな。手に持って喋るか。そこはちょっとゴソゴソすいません。いや、そんな感じで、なんか喋りたいことあるかな。なんだろう、なんだろうね。やっぱさっきのちょっとマイクもう一回やってみようかな。マスクのところにしてみていい？よいしょ。いいよね、こんなんで。多分マイクだけピュコンって出せないかな。ちょっと面白いかな。ピュコンってすごい雑音がザーザーしてるかな。してたらごめんなさいね。ちょっとおもろいけど、なんだっけな。よいしょ、こんな感じでいいか。あ、こんな感じでいいんじゃない。いまいちダサい俺。すいません。そんな感じでね。はい、まあいわゆるテラスっていいんですかね。そんな感じですよね。 I can fly the sky no, no, do, do, do. まあこそろそろ終わろうか。なんか喋ること全然ないわ。なんかあるかな。なんもないかも。まあ、そう、すげえ言いたかったこと思い出した。今日8月30日でしょ。今さ、まあ、カフェにいるんだけどさ、こう、何こう、風がさ、外がさ、まあ、今は別にそうでもないんだけど、さっきちょっと思ったのが、立ってて思ったのが、寒い。8月30日。今日、いつぶりですか？いつぶりですかってぶりぐらいに寒さを感じた。風でね、今はね、午前中なんですけど、曇り？雨も降ってないのに、風が冷たくて、まあ涼しいんだけど、僕は冬の方が好きだからいいんだけどさ、久々に、寒いなって思った。もうずっとなんか暑かったし、暑いイメージだったから、これから一気にね、こう冬めいていくの、寒くなるの早いじゃん。だからこれから一気に寒くなっていくんだろうなと思ってね、え思ってました。全然なんか髪型も作ってないしあれだけど、この絵さ、なんか虎の絵かなって思ってパッと見たらさ、全然違かったけど、なんか可愛いね。あとなんかあるかな。そうだね、9月、あ、これ話しちゃおう。このね、コウタロウ TV 企画も YouTube で上げ始めましたよ。イエーイ。いや意外とでもね、いいんじゃないかなって思ってるんだけどね。一応ね、今ね、日本、ちょっとライブ配信とか音楽系のやつと、このコウタロウ TV 企画とやり始めてるね。まあ、コウタロウ TV は、今のところはこう、デイリーというか、一日、
今日はこんな日みたいな、今日はこんなって感じでやってるのが中心だから、うん、まあ続くと思うし、まあ Vlog みたいな感じだよね。うん、孝太郎 Vlog でもいいんだけど、なんかしっくりこなかったから、あのテンションが上がんないなと思って、孝太郎 Vlog だと思って孝太郎 TV にしてみました。でなんか一緒のチャンネルだとなんかごちゃごちゃしそうだなと思って別個にしてみたんだよね。意外といいんじゃないかな。まあ続けていくといろいろね、気づいたり分かったり、まあ何事もこう戸惑うこととかが起きたりとかもあるかもしれないけど、まあその時はその時でって感じで、うん、もうカフェ音楽かかってるからいいよね、大丈夫だよね。意外とそういうとこ気にするからね、あのね、権利的なとこの話だけど、あんま俺可愛くないなこうこう、あの映りがね、一応あのスノーで撮ってます。なんか特に漏れるなんかとかはしてないと思うけど、うんうんうん、あとなんか話したいことあったかな、そんぐらいかな。最近はねちょっと最初の方だから、うちだから、そのチャンネルの話ね、ちょっと過去の整理したかった動画をバンバン上げてるので、ちょっと忙しいっていうか、まあ、バンバン上げたりしてます。お、まあ、僕のわりかし好きなフロイドメイウェザーさんがボクシング世界チャンピオンでずっとこう活躍された方なんですけど、今も第一線は退いたのかな、だけどエキシビジョンとかっていうのかな、活躍されてるボクシングで、うん、ライブ配信を今始めましたって数字が出た。ちょっと見たいな。ちょっと一旦中止していい？ちょっと待って。うん。ということでね、ちょっとメイウェザーさんのライブ配信をチラッと見てきちゃった。インスタライブ。すごいよね、今インスタとかでさ、いろんな人がライブ配信見れて。昔はさ、変な話、テレビしかなかったって言ったら大げさかもしれないけど、まあでもそうだったよね。うん。すごいな、変わったよね。なんだっけな、なんかね、メイウェザーさんはなんかボクシングジムからの配信だったのかな、ちょっとあんまりよく分かんなかったけど、なんかイベントかなんかのあれだったのかもしれない、分かんない、なんか誰かがなんか撮ってて、メイウェザーさんがなんかサインかなんかしようとしてたのかな、分かんないけど、そんな映像に見えました。ボクシングジムみたいなリングのかなみたいなところ配信してるな。メイウェザーさんもちょっと面白いなってね、いつだっけな、ちょっと前に、あ、そうそう、気づいて、ちょっとあの方面白いなと思って注目してます。あとなんかあるかな、今日なんか不思議とあんまり喋りたいことがないね。うん、いつもよくペラペラ喋るんだけど、まあ寒くなってきたなって実感したぐらいかな。あとはなんだろう、そうね、そうだね、ライブ配信をねやっていきたいですね。ちょっと YouTube がそんなになんか凝ったものではないけど、僕がこういうのやりたいなって思ってたのとかは、なんとなくぼやぼやっと頭に整理できてなかったものが、わりかし形になってできたなと思うの。今ね。で、やり始められたなと思うから、ちょっと角度ずらそうか。あ、でもやっぱ画像、この虎みたいな絵かわいいね、やっぱり。からそうだね、このまま YouTube 続けてって、
音楽系のやつと、今コウタロウ TV でやらせてもらってるやつと、うん、まあね、だんだんこうデイリーでやっていくから、今のところこのまま続けば、たまに企画とかもちょっとやりたいなとも思ってるけど、まあ、でもデイリーで続けていくと思うから、まあね、面白い人とかも来ると思うし、だんだんこうレベルとか質とかいろいろね上がっていったりもすると思うし、まあ、でもメインはどっちかというとライブ配信とかにしたいし、そんなに凝ったものじゃなくて、でもちょっと一応、まあおまけじゃないけど、ちょっとコンテンツとして最低限は投稿したりこうやっていく、うん、っていうのが目標イメージだったから、そんなに YouTuber さんみたいにこうやりたいっていうのはないかな、正直言うと。面白い YouTube をこう、まあ面白いに越したことはないとは思うんだけど、なんかあんま YouTuber さんのこう面白くて YouTube の企画をやっていく、あの YouTuber さんみたいなのに憧れは正直全然ないから、すごいと思うけど、なんか僕はなんだろうな、やっぱ音楽は憧れはあるけどね、いろいろ。あんまり YouTuber さん見ないからさ、もともと。でもみんな見てるでしょ。で、あとなんだっけな、知り合いとかがさ、 YouTube 始めてみましたみたいな人とかもやっぱちょいちょいいるから、それも正直言うとあんま全然見てなかったんだけど、自分がねちょっと投稿するようになって最近だけど、ちょっと見始めたかな。見始めたってことでもないけど、みんなそういえばどんな投稿してるんだろうって思って、最近はちょっと見たりしてるかな。でも YouTuber さんって感じの方たちのとかも別に見てないし、みんな結構詳しいよね、こう YouTuber さんのなんかこう内容もそうかもしれないけど、なんかこう人間関係みたいなのあるじゃん、誰と誰が仲いいみたいな。 YouTuber さん全然知らないのね、俺ね。有名な、ほら、まあ、みんな知ってるような YouTuber さんぐらいは知ってるけどさ。この場所すごいな。なんかこう、入り乱れてる、いろんなものが。ちょっとお水飲んでいい？ミネラルウォーター、富士山。みんなね、ちょっと涼しくなってきたからいいとこもあるけど、風邪ひかないようにね気をつけてください。あとなんかあるかな。そうだね、 YouTube あとライブ配信とやって、そうだね、いろいろ、そうそんなにね、YouTube は凝ったものじゃなくやっていく分、他のこともね、並行してやっていこうっていうのが、やっていくぞっていうのが、趣があるんで、子供の使い方合ってる？そうしようと思ってるんで、頑張りつつね。こう、ね、いろいろこう、合わせてこう、ぐるぐるやっていきたいなとは思うんかな。あとなんかあるかな。どうしようかな、ちょっとパチッとするか。こんなところでもう終わっちゃおうかな。他の、まあでも最近はそうだね、あ、インスタはあれか、投稿、 YouTube の前のライブ配信の映像を投稿し始めた関係で、インスタちょっと振り返りの投稿みたいなのもしてるね。懐かしかったり。でもなんかあっという間だったね、令和から。今、令和4年でしょ？まあ、令和元年はちょっとね、初めの方が、途中4月から発表されて5月始まりとかあった気がするけど。そうだね。ちょっとお腹空いてきたかな。かな。
そう。まあちょっと面白くなってきたんじゃないかな。いろいろ準備もできてきたかなと思うし、これからまたね、ゆっくりしたりできる時もあるとは思うけど、また忙しい時もこれからまた来そうだなとも思うし、まあいろいろ思うことはあるけど、調子いいと思うんだよね、俺は。どうだろう。まあ、いろいろ続けてみたりしないとわかんないけど、いろんな今やってることとか、いろいろ、まあ、いいんじゃないかなと思ってます。お、ちょっと大丈夫かな。かな。そんぐらいで、なんか、これからどうなるんだろうって思うこともいろいろあるけど、それは割と楽しみな意味で、なんか、いろいろね、ご縁があるといいなとか思うこととか、そういう意味でどうなんだろうって、ご縁ないのかなって思うこともあれば、なんかこれからご縁あんのかなって、どうなんだろうって思うこととかも、どうなんだろうね。不思議とご縁があるもの、あること、ある人たち、ある人とかと、不思議とご縁がないものとかもあるよね。なんかあんまりご縁なかったなっていうものとか、逆になんかご縁があったなみたいなのとかあるよね。そういうのってなんか大事だと思うな。それがなんか無理にすることなく自然とそうなっていくのがいいんじゃないかな。かな。はい、そんな感じでいいんじゃないかな。あとなんか喋りたいことあるかな。まあちょっと寒くなってきたなーってびっくりしてるぐらい。もうずっと暑かったイメージだったから、えっと思った今日。思ったよ。なんかでも意外と俺元気なんじゃないかな、最近も。今日は若干家でクーラーいつもというか、まあ大体割りかしつけてたんで、なんかあんまり優れではない気もするけど、あんまりなんかクーラーつけてると調子良くない気もするけど、てか午前中だしね、午前中太陽出てて、なんかあんまり調子いい時間ではないよね。割りかし嫌いじゃないけど。やっぱなんか暗くなってからの方がテンション上がるかなって気がしちゃうかな。昔からそうかも。かな。あ、思い出した。ちょっとさ、ちょっと言うわ。これしょうもない話なんだけどさ、テレワークグッズを最近1個買ったのがあって、正直に言うとさ、まあ、こんぐらいのさ、こんぐらい、もうちょっと大きいか、まあまあ、テーブルなんだけど、なんていうの、ずっといらないだろうと思ってたけどさ、めっちゃ便利。なんていうの、あれですよ。俺入院したことないから分かんないんだけど、なんか病院とかのになんか入院のベッドとかになんかこうあるのと似てんじゃないかな。テーブルなんだけどさ、普通のテーブルっていうよりなんかこうソファーとかベッドとかで使えるみたいな。なんか画面が暗くなっちゃった。まあいいや、映像は変わってないよね。ちょっと一回止めようかな。そう。だから、こう、ベッドの上とかに置いて、こう、使える、ローテーブル、テーブル？テレワーク用の買ったらさ、めっちゃ便利でさ、
もっと早く買っとけばよかったと思った。いやほらテーブルだからさ、ちょっと大きいじゃん。大きいもので捨てるのもちょっとあれだしさ、捨てたくなった時にちょっとなんか別にまあいらないだろうと思ってたんだけど、いやめっちゃ便利やなって。しかもこう何こうテレワーク用だから、こう角度をねこうカチカチカチってこう変えられるの、あれが意外と便利なんじゃないかな。こうなんかこう落っこちないようにさ、なんかこうストッパーみたいなのついてて、ちょっと画面が暗くなったから一回止めてみるね。今更だけどさ、冒頭でさこうスタンプのさこう羽がついてるやつやってると思うんだけど、あれで本当は喋りたかったんだけど、あれでなんかこう動画撮影できなかったんだよね。なんか短い時間はできるんだけど、ちょ動画モードで撮影できなかったから、本当はあれで喋ろうかなと思ってたんだけど何の話したっけ。あ、そう、テレワークグッズね。そう、そのローテーブルがさ便利なんだよね。意外と言うもっと早く買っとけばよかったな。なんかさ、こう突然起きた残念なことってな結構印象に残るけどさ、なんか突然起きたラッキーなことってあんまり考えてないから流しがちだけど、なんかこうね、いいことも悪いことも突然偶然の出会いというか、うんうん、等しくあるんだよなーっていうのをいつも忘れないようにいたいなと思ってます。いつからかは忘れたけど、うんうん、なんかほら突然悪いこと来たってへこむけどさ、なんかその分ちゃんとこう突然いいことも起きるからさ、あ、突然いいこと起きたってさ喜んだりっていうか、そういうことも忘れないのようにしたいなと。やっぱ大体いいこと悪いことは2分の1なんじゃないですかね。50-50と言いますか、どうなんでしょう、わかんないけど、それとも逆に2割ぐらいですかね。なんかいろいろ2対8の法則とかもあるし、まあ陰と陽で1対1 50-50もあるしね、考えられるし、難しいですねあとさ、個人的な話するとさ、皆さん知ってる？まあ知ってるよね、あの番組名とか出していいよね、ガキの使いあらへんでって番組、僕昔から結構好きなんだけど、特にさスマホなしで、あ、やっぱちょっと寒いね、スマホなしで待ち合わせっていう企画があって、そのなんかまあ5人とかがさ、こうみんなバラバラのとこで、例えばこうお題が出されてさ、広い駐車場とか、ちょっと抽象的なの、広い駐車場っていうところとかで、広い駐車場はここやろっていうので、こうみんな思い浮かべて集合するの、まあ、スマホなしっていうか、まあそうね、そうタクシー乗っていくんだけど、で行った先々でわーとか合流したりとか、逆に電話一斉な、あんなに一斉電話じゃなくて、なんていうの、グループとなんかみんなで電話できるんだけど、するんだけど、なんでお前そこやねんとか、広い駐車場でやってるもっとあるやろみたいなとか、あの企画はすごい好きで面白い何回も見てる、繰り返し、なんかね BGM みたいな感じが、まあガキの使いは昔からっていうか元からっていうか、いろんな動画ね、いろんな映像なんか全部 BGM みたいに楽しめるような気もするけど、特になんかあのスマホなしで待ち合わせ好きだな。下手したらあの年末でも有名な笑ってはいけないよりも好きかもしれない。笑ってはいけないよりは平和だけど、ちょっとプチ自分の趣味というか情報でした。そんなもんかな。お腹空いてきたな。なんかここなんかちょっとほんのりお蕎麦みたいな匂いがする気がするわ。なんでだろう、お蕎麦屋さんみたいな近くにあんのかな。この音楽いいね。タッタラタタタタラ、初めて聞いた気がするけど、これって何、洋楽が流れてんのかな。
たまにカフェとかに行ってさ、全然知らん曲だけどいいなっていうのもあるよね。全然ほらなんかこうカフェ的な音楽なんだけど、まあ正直に言うとあんま言わなくていいか。そう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 、まあ、カフェですよカフェ。タタラ、よくない？タタタラ、タラ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 。初見初めて聞いた割に今ちょっとうまくなかった。結構ノリっていうかさ、すごくない？意外と初めて聞いたんやね今。即興でこうコード進行っていうかメロディーっていうかこう雰囲気的にこうこんな感じかな、タラタタタラかなとか、タラタタタラかなとか。わかるか、みんなわかるか、わかんないかな、そうでもないかな。まあ楽しく行こうね、気楽に。うん、そんぐらいかな。この音楽もいいな。あれも聞いてるな最近、アドさんって合ってるよね。新時代はダダダダダダだっけ。新時代、ワンピースの映画すごい見に行きたいな、見たいな映画。なんかワンピースの映画見たいんだけどな、なんかこう機会が全然ないな。なんか誰か誘って見に行こうかな、それもそれでいいかもな。ワンピース見たいな。映画ってあんまり一人で行ったことあったかな。そもそも映画自体あんまり見に行かないからね。なんか映画ちょっと見に行きたいな、ワンピース。新時代はって、あれちょっと聞いてんだけどさ、あれ映画の、ワンピースの映画のさ、やつだと思うの。なはずなのよ。映画見てないからさ、ワンピースは読んでんの。最新刊までもう読んだよ。103巻。すごいよね。うん。ここ何年かは単行本買ってるわ。コンビニでも売ってるし、今すごいよね。すごい累計数みたいだし、発行部数とか累計売上とかね、部数とか。見に行きたいな、ワンピースの映画。どうしようかな、一人で見る方が面白いかな、友達と行った方がいいかな。ワンピースだから結構俺気合い入れてみたいんだよな。でもまあなんか誰でもいいか、一緒に見に行こうかな、誰かと。どうしようかな、それもいいかもな。ちょっとさ、誘ったり。あ、高校の同級生ともね、久々にちょっと会おうねみたいなことを言ってて、うん、まあこのぐらい話してもいいよね。わりかし実家の近くになんかこうアクセスが今いいみたいで、実家の近くとかで会いたいなとか思ってたりとか。うん、懐かしいな、高校の友達とかも。ここ何年かあんまり遊ばずに来たかなって思うから、ちょっとプライベートでね、遊んだりとかご飯食べたりとかね、増やしていきたいなと思うけど、みんなどうなんだろう。まあそう、高校の同級生とかも結婚してるみたいだしね、それはいいんだけど、まあその話はその話またしたいけど、やっぱみんなこう社会人とかなってどうなんだろう。あ、そう、まあ、仕事で忙しくて遊べないっていうのはまあそれはそうでいいけど、プライベートとかどうなんだろうね。あんまり減ってる、いくって減ってってんのかな。ご飯行ったりとか、みんななんか飲んだり遊んだりみたいなのとか、どうなんだろう。僕はもうなんかずっとやりたいこととか忙しかったりして、ここ何年かずっと、まあたまにねこうタイミング良くてとかはあったけど、そんなになんか遊んだり
ご飯食べたりみたいな。高校生の頃とかめちゃめちゃしてたから、俺妻と同じとこご飯行ったり遊んだりしてたから、なんかあんま全然してないなって。やっぱ比べちゃってるからか分かんないけど、他の人がちょっとあんま分かんないんだけどさ、どんぐらいかとかが、まあ人それぞれだと思うし、うん、あれだけど、やっぱちょっと寒くなってきたね。うん、どうなんだろうね。でもなんか変な話だけど、久々に高校の友達に連絡したら、友達がね結構、まあ別に LINE ででしか、まだメッセージでしかやり取りしないけど、なんか嬉しそうだなーって、元気そうだなーって、うん、いうのが結構嬉しいかな。元からいいやつなんだけどね。まあそういえば久々だなーと思って、その友達は割と会ってる方だけど、それでももう何年かぶりになっちゃうよね。やっぱなんか忙しいし、早いよね時間がね。あっという間に時が経ってっていうか、過ぎていくっていうか、流れていくっていうか、だなって思うかな。あと何かあったっけ。そうそうだね、友達が結婚した話とかもそうだけど、どうなん、でも結構みんな、なんか僕の、あ、ちょっと待ってね。うん、そうだね。まあなんだかんだ友達、ごめんね、ちょっと一回途切れちゃって。遊んでるかな、友達とか結構ありかし遊んだりしてるかなってイメージはあるけどね。まだあと高校の同級生とか結婚ね、久々に連絡したらしてたみたいだし、あ、まあお祝いとかもちょっとしてたなと考えたりしなきゃなと思うけど、久々にね思うけど、わりかしなんか自分のこう結構こう周り、今のこう周りの環境みたいな風に感じる人たちは、まあ、わりかしご飯とか行ったり遊んだりはしているし、結婚とかはまだしてないかな、いろいろまあね準備っていうかとかはしてるだろうけど、まだしてないかなって人が多いのかな。うんうんうん、自分のこう、まあ、身近に感じる人たち、僕は27、28の代だね、年で言うと27歳と7ヶ月あ違う8ヶ月ぐらい、もうちょっとで9ヶ月ぐらいだね。うん、ちょっとよ、あのまあお花を摘みに行きたくなってきたのと、ちょっとあれなので、またねちょっと他にやってることの話とかもしたいなと思うんだけど、ちょっと一旦この辺で撮りたいと思います。うん、はいはい、ちょっとまたできそうだったらしたいなと思います。ありがとう、愛してるよ、うん。